州灘にやってまいりました。夕間詰めでね、今この状態であんまり風はありません。まあ吹いてることは吹いてるんですけどね。でね、今川の河口にやってきて、釣り人さんがね、ルアーマン誰もいません。なのでね、最初先発はファルクラムから行きたいと思います。やっぱりね、誰もいないってことは強い波動のルアーを使って、まあ早くサーチしてね、活性のね高いヒラメをね狙うという意味で、まずはバタバタ動くようなファルクラム行きたいと思います。もちろんね、誰か人が入ってるとか叩いたとこね、後にルアーを通すっていう場合はできればアクションみたいな、まあね、動きのおとなしいルアーを使ってください。かといってね、その方がね、先行者さんがね、ワームとか全くこうハードプラグではないものを使ったらね、ファルクラムもいいかもしれないんで、まずね、この状況、人の数、人が何を使ってるかってことをね確認しながら、どっちか、選ぶようにしてください。人がいなかったらね、サーチ優先でファルクラム、人がいたら食わせ優先で、アクションで、人がいても何を使ってるかプラグではなかったらファルクラムから行くってのも手だと思います。では行ってまいります。まずやっぱね、河口直下、これ左側が背になってて真ん中がちょっとね抜けてるんで、今ねファルクラムね投げて着底させてから、まあ巻いてくるだけ。この巻いてくる時はね、当然このファルクラムがねバタバタね動いてるというね感触を確かめながら引っ張ってきてください。結構やっぱね、人がいない場合は1投目あるいは2投目って魚が反応しやすいんで、結構注意深くやってくださいね。今ねちょうど切れ目の今度右肩ですね。まあ潮色もいいんで、もしかしたらなんかあるかもねでこうやってリトリーブしながらもね、あそこがこう波がね白波立って崩れてる、そこがね、白波立って崩れてる、でここだけね、抜けて何もね波が立たないということをね、ちょこちょこ確認しながら、リトリーブしてください。今ね人があんまり誰もいないんで、ちょっと広めに投げてみます。人が並んでる状況だとね、ほとんどまっすぐにしか投げられないんで、まっすぐ投げるってことを意識してくださいね。人がいなければもう縦横無尽に投げてもらっても結構です。ブラッディーワシ使ってます。強い色ですね。最初入れてみます。誰もいないんでね、で今度は背の肩、まあ、背の向こう側まで、ね、飛ばしました。この潮位とこの、ね、背の位置だと、背の向こうまでファルクラム飛んできます。今体感でだいたい風速が2メーターぐらいでしょうかね。まあそよ風にちょっと、強いかなっていう感じなんですけれど、まあ誰もいないんで少しね乱眼してみましょうか。で今ねだいたいこれだいたいですけど、このねファルクラムを遠投して、まあ着水までほとんど2秒ぐらいの感じなんで、どうでしょうね。おそらく水深は背の向こう側で1メーターぐらいだと思います。まあ潮位的にね、まあ潮位これ高いのかもしれないですけども、水深的にこれ非常にこれ浅いので、今ファルクラム使ってるんですけども、アクションでも全然いけちゃいます。で基本的には、ファルクラムは強い動き、要はミノのバタバタの動きですよね。これで、誘って食わせるということですんで、まあ、何回か投げて反応がないようでしたらルアー変えます。じゃあ何のルアーにするのか、ファルクラムからアクションへ変えます。まあとりあえずカラーはね、まずはお好きなカラーから行ってもらって構いません。
波演習ね、このツレギス GB、 これがやっぱ実績ね多数出てるんで、こんなルアー投げるのもねいいかと思います。はい、基本ね、アクションもファルクランもただ巻き、基本ね、基本よ。アクションも投げて落として、基本はゆっくり巻いてくるだけ。もちろんあまりゆっくりすぎるとね、そこをねずってしまう、あるいはこうそこをずるだけでね、何もアクションしないということになりやすいので、まあアクションするねギリギリのスピードってのがいいと思いますね。あるいはよく動くルアーであれば、ファルクランみたいなルアーであればこう動かしてみて、一番ねその動きがいいリトリーブスピード、これを再現してください。今性能両肩狙ってますね。でアクションはねこれね、まあもちろんこのただ巻きでもいいんですけども、もっと効果的なのはストップアンドゴー、着底から1234ね4回巻いたらこの止める、止めた時にラインを見てて、ラインが老けたら着底、そこからまた1234ね、はい着底1234ね、着底1234、これ足元まで繰り返す。そうするとアクションはボトムからちょっと斜め軌道で、まあボトムをね切って舞い上がって、3,4 メーター進んだところで今度ストップが入ってポールという形になります。そうするとリトリーブで横の動きね、1,2,3,4 止めてポール、これ縦の動き 1,2,3,4 で止めて縦の動きで 1,2,3,4 これで横の、ね、動きね、これの繰り返し。まあこれをねロッドアクションつけてもらっても構いません、まあよく言うジャークアンドホールですね。まあ基本的に立ち位置がこれ低いんで、リフトはしてないというふうに理解してください。まあエギみたいなものって話は別ですけどね、落として強みジャーク、このままね、はい落とす、ブルブルってやって落とす。あのねこれね、ジャークアンドフォールってこうしてこう倒して、倒しながらねリールを巻く方もいる、まあそれよりはどちらかといえばこう立ててまんまでリールも止めてラインの動きを見るで、倒しながら糸を回収してまたそこからジャークという形がこれ非常にいいと思います。今のじゃあストップアンドゴーと何が違うのかっていうと、やってみれば分かるんですけども、この今ジャークアンドフォールね、ジャークアンドフォールでこう差を立てるとやっぱ勢いが違うんですよね。竿先あるいは手元にねブルブルブル、アクションがねブルブルブルってね、震えるような、ね、動きをしてるっていうかね、これ非常にこれよく感じられます。ブルブルブル、止める、着底、回収、ブル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 ね。そうすると動きの質が変わります。ブラッディイワシ、使ってます。これとか、キラキラピンクキャンディー、はキラキラ系ですよね。そういったやっぱ派手なねカラーというのは当然ですけども、人がいないとかね、最初にポイントで胃の一番に入るときやっぱサーチ力が非常にこれ強いです。でピンク系に関して言うとも何度も説明してますけども、やっぱりヒラメがね大好きなカラーっていうことで、まず何を使うかね、迷ったらまずピンク選んでみてください。でこれからね、もっともっと暗くなってきて光量が落ちてくる、夕間詰め朝間詰め、そうなったら今度はね、例えばまあ僕持ってるんですけども、ヒラメゴールドいいじゃないですか、こういったねヒラメゴールド
こうやっぱ香料が少ない時はゴールド系ですね。ヒラメゴールドとか、まあ赤金ですよね、やっぱりね。で、例えばもっと明るい昼間、日中、例えばピンクに反応がないって言ったらナチュラル系ですね。例えばまあイワシカラーもそうですけども、こういったツレギスなんかも非常にいいと思います。で、秋の季節は特にね、ピンギスを捕食している場合があるので、そういう時はこのピンギス、ツレギスカラーを使ってみてください。でね、秋の時期、そのまあこれはファルクラムも、アクシオンも同じなんですけども、白ギスがベイトの時はできればアクシオンで、もちろんいいんですよ、パルクラムもいいんですけど、アクシオンで底近くをゆっくり引っ張ってきて、ほんとゆっくり底近くね、なんかちょっとこう巻いてて、あ、ちょっと浮き上がっちゃったなと思ったら、ちょっとこう一回止めて沈めて、またそこからやり直し。なぜかというと、白ギスっていうのはこの海底ですね、海底を這うように回遊してるわけですね。ですから白ギスを捕食してるヒラメっていうのは常に海底近くを意識してます。当たり前ですよね。イワシっていうのは中層魚ですよね。ですからイワシを捕食してる時は中層を意識してるんですけども、白ギスが周りで釣れててバカバカね、投げ釣りのね、お父さんたち食われちゃってるっていう時はもう中層は捨ててください。それはもうベイトはイワシありません。ですからアクシオンのツレギス、あるいはこのファルクラムのツレギス、これを投げてそこまで沈めて、ゆっくりゆっくりそこをまあずらず浮かせず、まあなかなか難しいんですけども、基本的にゆっくり巻いて、そこ沈めてからゆっくり巻いて、上がりすぎちゃったかなと思ったら少し止めて落として、あとそこからやり直し、ゆっくりですね。こんなことの繰り返しでいいと思います。ファルクラムね、これね、動き派手です。よく飛びます。 31g あるんで、まあいろんなヘビーシンキングミの他社さんも含めていろいろなのもあるんですけども、かなりねその中で重たい部類に入るので、まあ投げたらすごい勢いですっ飛んできますね。ですから遠くの背、まあ離岸流の出口、遠いブレークラインですね、そういったところに使うのに非常にこれ有効です。で、動き自体はね、まあローリングに、ちょっとウォーブリングが、ね、混ざって、まあそれにね時折ダートとイレギュラーというような動きになってますね。で、結構ねこれ引っ張ってくると分かるんですけども、あの手元にねブル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 と、巻き抵抗もねあって、非常にこれね使いやすいルアーです。で、今ねそんなにこれね、まあ逆に置き出しの流れってないんですけども、置き出しの流れのある時はですね、非常にこれねブルブル動いて、ゆっくり引けるので、むしろですね、やっぱこう流れの強いところ、あるいはちょっとね深くて、抵抗がかかるようなところで使っていただけると、効果を発揮しやすいですね。で、リップがねあるタイプなので、リップがね水を受けてこう潜り込もうというふうな動きになります。ですからアクシオンと比べるとレンジはアクシオンよりは下を引けるというようなイメージで使ってください。アクションはやっぱりね、抵抗を増す、リップがあるんですけども、言ってもあんまりねそのリップの大きさは大きくありません。ですからやっぱりね、浮きやすいことはやっぱ事実です。ですからちょっとね、浮きやすくてレンジを外してるなといったところで、ね、使いたいときはファルクラムこちらです。でね、これね使うときはまあどんなルアーもそうですけども、一回使う前にルアーこうやって動かしてみてね、こうしてね、こうやってね、こうやって道違いでね、で自分で目視で、じゃあファルクラム使いますね、投げる、ああこれぐらいで動くのね、これぐらいで、ああいい動きしてるじゃんっていうのが自分で分かったら、今度投げて沈めて、そのいい動きしてるじゃんっていうようなリトリーブスピードですね、それをこのリトリーブでもう一回再生してください。
やっぱりね、こうやってバタバタ動くルアーは収納効果がこれ非常に高いです。まあ例えばランガンで使った場合、例えばアクションはやっぱりこう動きがおとなしい、パルクルは動きが強いっていうことであればね、離れた場所までこのアピールがパルクルも届くわけだから、こうやってランガンするとき投げて巻いて移動してって時にファルクラムはまあイメージ的には3、4歩あるいは4、5歩ぐらいですね、まあ、4、5メーター動いても全然ヒラメが、ね、にアピールしてるとは思うんですけども、アクションは逆にアピール動きが、ね、弱い分だけもうちょっと細かくねランガンするってことの方が大切だというふうに思います。はい、これねファルクラム、ここねリップ二段形状になってます。わかりますか、先端がですねこう結構急角度で、こっちの上の部分ですね、ここはですね、まあ、ちょっと下に比べて、角度が緩くなってます。要は二段になってますよね。最初にこのね、急角度の部分こちらで水を受けて上に流し込むので、最初のねこの水の受けがね早いです。ということはこのねルアーの立ち上がりがですね、動き出しがですねこれ早いんですよね。ですからこのねベベルリップ非常にこれね機能的で、動き出しに貢献しているというふうに思います。今ですねこのファルクラムと、アクションですね、違いあるいはねその使い方の違いですね、これを説明しました。まあ簡単に言っちゃうとですね、このファルクラムはですね、バタバタ動くルアーなんで、活性のね高い魚あるいはねサーチ的に使うのにこれ非常に便利な、ルアーになっております。そしてですねこちらのちょっとボロボロですけどもアクションですね、こちらは音ね新編で動きがねこれ非常におとなしいので、ね、ファルクラムで取りきれなかった、ちょっとね活性の低いような魚あるいはね誰かが叩いた後あるいはね日中でちょっとね活性がね落ちてるような状況で使ってもらうための、まあ、ルアーとなってます。まあねそのね2つをね、使い分けを今ね説明させてもらいました。はい、ね、この秋やっぱりね、新製品効果は必ず現場行ってあると思います。ですからこれ早いもん勝ちです正直ね。ですから、皆さんねこの秋ファルクラムアクションね両方とも投げ分けていっぱい釣っちゃってください。